サマーズランシャク・ジョン・サマーズ・サマーズランシャク・ジョン・サマーズは、イギリスの貴族、政治家。弁護士から政治家に転身、イギリスの指導者層にまで上り詰めた。1651年、ウスターシャーで同盟の弁護士、ジョン・サマーズの息子として生まれた。ウォルソールのグラマースクール、オックスフォード大学のトリニティカレッジを出て、ミドルテンプルで法律を、勉強。 1676年に弁護士に就職した。政治家ではなかったが、保育等と親密になり多い排除法案を支援。1688年に、イングランド王ジェームズ2世の信仰自由宣言に反対して投獄された7人の主教裁判では、弁護に努め注目された。同年に名誉革命が起こり、ジェームズ2世が逃亡。 新たに即位した、ウィリアム3世、メアリー二世夫妻に忠誠を誓い、翌1689年に、法案作成委員会に属して、権利焦点の起草に尽力した。また、ジェームズ2世が退位して、ウィリアム3世、メアリー2世が即位したとする会員の宣言を掲げ、革命の正当性を主張、反対する上院を納得させて、両者の即位に貢献した。 これらの功績が認められ、法務次長職を与えられ、政界に、進出、1692年に法務総裁に昇進、翌1693年には国事証書に任命された。そして保育党中心の政権が誕生するとその一員に選ばれ、1695年からウィリアム三世不在のイングランド国政を任されるメンバーの一人にまでなった。 同年の銀河改中問題では、ジョン・ロックやアイザック・ニュートン、同じジャン島のハリファックス伯、チャールズ・モンタギューラと共に取り組み、1697年にウィリアム三世から男爵に除せられ、大法官に転任した。また、1698年から1703年まで、王立協会の会長も務めた。しかし、トーリー島が議会で勢力を伸ばすと批判にさらされ、 私略戦船,船長キャプテンキットへの出資及びキットの海賊化に対する責任追求、スペイン領土相続問題に絡み、ウィリアム三世とフランスの国費交渉に協力していたことを非難され千七百年に大法官を罷免、翌千七百一年に弾崖裁判を受けた。千七百二年にウィリアム三世が亡くなり、案が即位すると政権から遠ざけられたが、千七百六年に、 スコットランドとイングランドの合同交渉委員に選ばれ批准にこぎつけ、1708年にスーミツ委員議長として与党に復帰、アンの信頼を得て相談役として政治に携わった。1710年、トーリー党のロバート・ハーレイとヘンリー・シンジョンらに政権を奪われるとスーミツ委員議長を辞任して、サイドゲア、1714年にアンが死去、当園のジョージ一世が即位して、 ハーレイラが失脚すると無人諸大臣に選ばれ、2年後の1716年に65歳で亡くなった。独身で子供がないため、サマーズ男爵位は1代で消滅したが、姉妹メアリーはチャールズ・コックスと結婚、1784年に2人の孫である大井のチャールズ・コックスが親切の形でサマーズ男爵に除せられた。イギリス革命 p 1 1 p 1 2 P109, P191, P199, P200, P210, P214, P215, P230。イギリス革命史、P230、P236 P P。スペイン継承戦争 P27、P30、P211、P212、P245、P247。スペイン継承戦争 P286、P288。 P385P390 ありがとうございます。